はい、どうもおはようございます。 GL125 新車できて乗り始めて早いもんでそろそろ500キロです。500キロに来たということで最初のオイル交換のタイミングがやってまいりました。で、今日ね仕事帰りにちょっとオイル交換行こうかと思うんですが、何が楽しみってどんなオイルが出てくるかすごく楽しみです。一応ね、大体まあエンジン、オーバーホール、まあ新車に限らずオーバーホールして、で、しばらく経った後って、スラッジが、細かい金属片が入って、結構オイルがキラキラした感じのオイルが出てくるもんなんですが、果たしてそれがどれくらい出てくるもんなのか、非常に興味があるところです。というわけでね、今日ね、仕事終わったら、バイク屋さんに行こうかと思います。はい、というわけで、ミクスさんにやってまいりました。でお願いします。はい、これが楽しみ。どんな感じなのかな。大丈夫だ。あ、でも若干やっぱキラキラしてますね。若干どころじゃないな、結構キラキラしてますね。これぐらいはですね、大体。まあ普通。そんなにひどくないです。GLID はこれぐらいですね。極端にひどくはないですね。もっとえげつなく出るかなと思ったんですけど、そんな回さなかったのがやっぱ効いてるんですかね。してるな。結構いい具合にキラキラしてますね。ありがとうございます。昔バイクでこうやってオイル交換した時にかけらが入ったことあってそれがなければ OK かなと。メンテやってくれるんだよってことで。マジですか。はい、というわけでバッチリ整備してくれました。オイルはね、心配してた、なんていうの、スラッジはいいんですよ。スラッジはいいんですけど、破片とかやばいものは出てこなかったので、というわけで引き続きこのまま、そうだな、1000キロ目指して慣らし運転を続けていきたいと思います。田辺さん、ありがとうございました。